東京横浜首都圏駅の近くに約850室、すぐ始まる都心の暮らし、ウィークリーマンスリーマンション月見のクラブ。室内は便利な生活家電付き、トランク一つでその日から自宅感覚のスペースがすぐにご利用いただけます。お一人様から学生、お年寄りまで対応可能。すぐ始まる都心の暮らし、ウィークリーマンスリーマンション月見のクラブ。ご予約は東京03-5489-8492、ご予約は至急にまで。神奈川県最南端の島、城ヶ島にあります遊びヶ崎リゾートにやってまいりました。久しぶりといえば久しぶりですかね。いや、いつもこの映える色がいいですね。そして今日はリゾート関係というわけではなくて、なんと CF ネッツグループの入社式がここで行われているということで、ただいまより2017年度 CF ネッツグループ入社式を執り行います。一同礼。まあ、例によって若干潜入乱入みたいな感じになるんですけれども、でも入社式ということですから、これから仕事を始めようということにあたって、なんと仕事を始めに遊びが先っていうのもなんか非常にこう意味深いものがありますね。ちょっと行ってみましょうか、はい、あ、すごいすごい、始まってる始まってる。それではいよいよ潜入乱入でいきましょう。これについては、ね、あの今年は新卒で社長がまずはスピーチをされてますね。この次ね、来年だったら2年生なんですよ。いつものリゾートのこのラウンジとは違いますよ、雰囲気が。緊張感があります。だからそこは、ね、ちょっと毎日努力をすること。僕で空気乱してますか、まね、大丈夫ですか。会社ではいろんなことを教えてくれます。あの会社っていうのは要するに教える義務もなければ、ね、教わる権利もないから、ね、だからそこは権利義務は自分で作ること。だから分かんないことあったら聞くことだ。で、大事なのはね、人はいつでも変われるから。あともう一つ新卒にお願いしたいのは、お金に困るとね、あ、中途採用もそうだよ、お金に困るとダメになるから。ある。だからぜひあのね、今日から今度給料がね、まず、4月の20日に出ますよ。でこれは20日分しか出ないから給料少ないかもしれない。そのお金はまずね、両親に何か買ってあげてください。一番最初だからね、新卒の人ね。であともう一つは、今度その次の月から、ね、毎月定額預金してください、ね、要するに定額預金するとどういうことが起きるかっていうと、収支の中で常にストックに回るお金ができてくるということね。でその次は、ね、うちもうほとんどこの辺の人たちでアパートマンション持ってる人たち いっぱいいるから、ね、要するにそのお金を使って今度自分の資産形成を考えてくださいってこと、ね、自分の資産形成できないのに人の資産形成できないんで、だからぜひ資産形成をしてくださいってことね。要するに後々ね、お金に困らない準備をしてくださいってこと、ね、計画は立てないと実行できないからね。無計画のやつは計画もできないから何もうまくいかないから、だから必ず計画をして実行して、結果を見る。もうその繰り返しをいろんな形でやってくださいってことね。まあ、ぜひお会いしたいと思うんですけど、なんか突っ込まないでそこにいや話を聞いてちょっと引き入ってしまいました。すみません、今回もちょっとお邪魔してるんですけれど。でちょっと、紹介しましょうか、はい、実はあのすみませんお邪魔します。今日何回目、はい、68回目なんですよ。はい
でも68ヶ月、はい、この人とずっとねテレビ番組やってるんですよ。すいません僕がご挨拶しちゃっていいんですか。本当にこの大事な入社式で、すいません、お時間がタイトなところで、こんなね大事な場面で皆さんのスタートのところで、ご挨拶させていただくというのは非常に緊張感があるんですけれども、これからまた新しいスタートということで、大胆にそして繊細に、はい、それぞれの皆さんの素敵な個性をぜひ発揮してですね活躍されることをですね強く強く応援しています。どうもということで、以上ご挨拶をさせていただきました。はい、ありがとうございました。それではお食事を用意いたしましたのでどうぞお召し上がりください。いただきます。今日じゅんさんのおごりなんだなんかそんな感じでしょうか。能力なんて、ま、満足にあると思ったやつが負けだよ。ないんだから基本的に俺もないんだからみんなないんでしょ。でないって分かったやつが勝ちだよ、うん、ないからやろうってなるんで、ね、花からさ能力あると思ってるやつだけ課題評価しててさ過信してるやついるじゃん。でそんなの分かってるよ、なんかできるよ、ね、いうやつするけど、そんなやつに限ってできた試しないから。で俺はもう昔から何もできないから聞くじゃん。昨日もね、なんだっけ、飲食の話でさ、背骨を使ったんだよ、あの、ユージ君がね、はい、で、それどういう意味って、え、はい、ちょっと知らないのみたいな顔だけど、一応説明するじゃん、あ、はい、そうなんだ、俺別にね、あの、部下に頭を下げて聞くことは、なんか恥ずかしくないから、分かんないんだからさ、そのまま分かったふりして、社長だから分かったふりしてさ、聞いても、こいつ何言ってんのかで、終わっちゃったら意味ないじゃん、やっぱ中身取ることだよ、仕事は。身を取るのが大事。深いな。でもまたセミナーになってますよ、こう今ね。会場は今昼食タイムということで和んだ雰囲気になってますけれども、まあでもいずれにしてもホールでよりはここの方が本音トークができるかなってことで来ていただきました。よろしくお願いします。はい、まずは入社おめでとうございます。はい、小池さんから、はい、面接続きのようになりますけれども、はい、入社の一番大きな動機というとどんなことですかね。やっぱりその CF ネッツという名前から そのカスタマーフォーカスというお客様に焦点を当てるという部分がすごい心に響きました。そこが一番のやっぱ 決め手になりました。なるほど。今日午前中もいろんな挨拶、はい、講義などがあって、はい、もう幹部の方お話しされましたけれど、はい、なんかこう、あ、この言葉印象残るとかってありましたかね。どんどんその成長するために勉強していく、その継続するっていうことをすごい話してくださって、それがすごい心に響きました。さあ川崎さん、はい、面接のようになりますけれども、志望、はい、の大きな動機はどんなことだったんでしょうか。はい、私も単純に倉橋に憧れてきました。お、はい、出身がもともと関西の方でして、はいはい、以前は大阪の方で賃貸仲介業を11年ほど、従事してたんですけど、まあ、その最中ですね、まあ、賃貸仲介業という仕事だけでやっていくのはちょっと不安だなというのがありまして、まあ、その時にこう社長の、書籍なり、まあ、YouTube の動画なりに出会いまして、なんてすごい社長なんだと、うん、この人のもとでぜひ修行したいと思いまして、でこちらの方に来たしでございます。特に倉橋社長の言葉の中で、はいはい、インパクトがあった印象に残っていることってありますかね。そうですね、もう本当にもう多数あるんですけど、まあ最初に出会った時の、書籍3年ぐらい前のですかね、バカに薬療養の中で、その時ですね、私当時は、宅建の資格しか持ってなかったんですけど、その書籍の中でですね、まあ、資格に関する考え方っていうのが、国民がいろいろ書かれておりまして、まあ、その時は、自動車の運転免許を例えられてたと思うんですけど、まあ、1種と2種で持ってる人間であれば、まあ、2種の方が研究率少ないと、
と、要は倫理観がよりある人間で、やらないといけないと、そういう仕事をしないといけないというような、ふうに書いてあったと思うんですけど、まあ、それすごく感銘を受けまして、そこからの資格取得を、毎年毎年1個ずつは絶対取ろうと思って、やっていくと思います。お金に困らない人生設計、不動産投資成功の方程式、その他多くの著書。 CF ネッツの不動産コンサルタントは国際ライセンス CPM 取得者のほか、多くの資格と実績を積んだ経験豊富なスペシャリストです。人生を成功に結びつけるには不動産の戦略的活用が必要です。幅広い分野の専門家が皆様のニーズにお答えいたします。手数料は不動産会社と一緒です。不動産のことなら何でも CF ネッツにお任せください。入社式の各部署でのセミナーは今も続いているということですけれど、今ちょっと休憩なんですね。そうそう、はい、なんか今日仕事でさ、はい、なんか懇親会出れないって言ったらしょうがなくてこの時間なんだけどさ。懇親会あんだよ今日7時から一番ね、はい、純さんが、はい、ね、楽しめる場所なんだけど残念だね仕事は。社長じゃあ何ですか、だから懇親会からするじゃないですか。なんかもう式典だって言うんで、もう柄にもないことを一生懸命喋ってて、あの完全に外してるなと思ったんですけれど、本当、いやでも今回また、新たな力ということで入社された皆さん、やっぱり大きな期待がありますよね。まあこれからね、うちの場合はほらほとんど人材だからね、だからまあ人材が育てば事業も成長するんで、まあいいんじゃないかなと思うね。はい、ここの方とのまたコミュニケーションというのはこれから深めていくってことですかね。うん、早くやった方がいい天気。あ、そうですね。ここ短いからカットだから。あ、そうか。別に繋がなくてもいいんだ。今日じゃあ、じゃあいいんだ。お腹いっぱいだから。そうですか。じゃあ出します。はい、いきますよ。ダン。そして第68歩。一歩を踏み出す勇気。歩み続ける強い気持ち。もういいね。いいですか。うん、新人向けだね。もう68歩なんだね。そうですよ、68ヶ月こんなことやってんだよ。そうですよ、年も取るよね。こんなことが大事なんですよ。では新人会員、中東の皆さん入社おめでとうございます。乾杯。平成29年4月8日、株式会社 CF ネッツ、代表取締役、倉田明でございます。おめでとうございます。一生懸命頑張るので、ご指導のこともよろしくお願いします。ということで、はい、僕が懇親会はじゃあ呼ばれてないんで飲めないんだよね、残念だね。そうですね、じゃあ、あの懇親会の時にこれコースターコースターにコースターにしてください。してください。そうじゃあ。紺碧の海、綺麗な空に綺麗な空気、万能リゾート三浦半島最南端城ヶ島遊びが先リゾート、地元の美味しい魚と野菜の懐石料理、そしてバーもあって宿泊もできる、全てが満喫できる城ヶ島遊びが先リゾート。もともと著名人の会員制クラブでスタート、少人数から貸し切りも可能。ご要望お問い合わせはお電話で。皆様のお越しをお待ちしております。